anyone。 はい、どうも皆さんこんにちは、藤前です。新居一発目のトランプご紹介はこちら、じゃじゃがじゃん。はい、 anyone sprinkles のご紹介でございます。ブラックバージョンでございますね。それでは近くで見ていきましょう。壁のデザインがいいね。ちょっと傷ついてるけど、ここちょっと傷ついてるけどね。それと繊細な壁なんだよこれね。はい、では近くで見ていきましょう。ちょっと新居なんでね、いろんな角度からね撮りたいと思っております。すごい跳ね方した。はい、有名なエニワンさんのカードなんですけれども、ここにエニワンって書いてあってですね、横にも書いてあって、こちらワールドワイズって書いてありましてですね、はい、こちらエニワンさんのロゴが書いてありますと。はい、でメイドイン USA となっております。では見ていきましょう。はい、こんな感じでございます。外国の方がやるやつ、ポッとなぜか落とす。かわいそうじゃないか。はい、表側でございますが、こんな感じですね。まあ広告だったりとかが入っております。まあこれ普通にジョーカーにもね使えるトランプですね。 The one you want forever って書いてあります。この影の人物はどなたでしょうか。はい、で表側ですね、バイシクとかと変わらず普通のトランプでございます。でさっきのね2枚もジョーカーとして使えたんですけれども、僕はですね他の2枚ね、まあジョーカーとしても使ってるっていうやつですね。こんな感じで、まあ両方とも一緒だったので、こちらをジョーカーとして僕は入れております。でもさっきの2枚でもいいかなと思いますね。最初にジョーカー紹介しちゃったよ。チョビン、あ、こうやる予定だったの、ごめんちゃい。でスペードのエースはどこだ、ちょっと飛ばしちゃったんですけれども、スペードのエースは板、はい、こんな感じ。普通のエースはね全部一緒なんですけど、一緒というかバイシクとかと一緒なんですけども、スペードだけこんな感じ、 anyone って書いてありますね。で6006と書いてありますと。はい、まあ表はだって普通な感じのトランプでございますね。はい、では裏でございます。まあ箱と同じですね。ちょっと取るね。はい、こんな感じですね。はい、アンダーザボックスじゃないや、カドンザボックスができますね。全部 anyone って書いてある、まあシンプルなトランプでございますね。はい、で僕は黒しか持ってないんですけど、パープルとかですね、レアザーだ、赤とかもあったかな、うん、かなり高いですけれどもね。まあ3色ぐらい出てたんじゃないかなと思います。まあ裏こんな感じでざっくりいきましたけど、ちなみに全部小文字。はーい、で質なんですけれども、まあかなりね手に馴染みやすいトランプなんじゃないかなと思います。多分分厚さがですね、バイシクより 1,2 枚ぐらい薄いんじゃないかなっていう感じですね。でカット系のフライジとかもすごくやりやすい感じでございます。まあディスプレイはどちらかというとまあ地味っていう感じではございますけれども、まあカット系のフライジはかなり映えるんじゃないかなと思いますね。あとはまあ前回も言ったんですけど、シンプルなデザインが好きな方はこういうのいいと思います。さあディスプレイ系でございます。はい、こんな感じでございます。あ、いつなんです、ワンモアタイ。はい、こんな感じでございますね。はい、話すとこんな感じでございます。まあシンプルですね。うん、まあ映えなくもないです。ただカット系の方がいいかな、このトランプはね。はい、そんな感じでございます。はーい、ぴょん、取れなかった。はーい、ということで今回は anyone sprinkles のご紹介でございました。もうね全然売ってなくてですね、ヤフオクだったりとかになると思うんですけれども、まあ1個4000円ぐらいはね最低でもするトランプなんじゃないかなと思います。まあかなりねレアなトランプなんですけれども、もしですねヤフオクとかまあ何かしらのオークションで見たらですね、まあ買ってもいいトランプなんじゃないかなと思います。まあとってもねエニワンさんは人気があるので、ブランディングとかもされてます。高いのはしょうがないんですけれども、高すぎやる。まあマニア向けでございますね。まあ興味のある方はグーグル先生を駆使してですね、まあ eBay とかでもですね、 eBay じゃない eBay とかでもね探してみてはいかがでございましょうか。はい、ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願い。よく噛むんで最近。はい、ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。もうフォンテインとかと一緒でエニワンさんトランプも全部高い。そしてすぐ売り切れる。パープルとか赤も欲しいね。それではバイバイ。壁キック、あ、トルフォが難しい。シャキン、うお、2枚だ。シャキン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 。はい、はい、エニワンさんということで、まあ有名なねトバイアスさんのフェイストでございます。あれ、これ前やったっけ、適当に、適当にじゃない、プチフラで覚えてないけどね、かなり有名ですね。そしてフェイストね、難しいよね。未だに安定しないフラレッシュでございますね。決まるとかなりかっこいいんだけどもね、なかなか複雑でこういう風に1枚だけ取ってたりとかですね、まあ、全然安定しないフラレッシュなんだよな。というかただ下手なだけ、練習不足でございます。はい、あと速さもね本家やばいからね、安定とね。シュビ
カロリン。やっぱこのトランプではなんとなくあれだね、かっこよく見えるね、うん、下手でもね。シュビ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 。あー、ダメじゃ。シュビンシュビンシュビン。あー、引っかかる。あお、なんか表になってきた。はーい、シュビン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 。え、飛ばない。ういや。最近はグダグダなフライシュになりつつある。そして外す。真正面からもう一個取っとこう。おい、どういう飛ばし方やねん。変だなー。プシッ。